東京オリンピック・パラリンピックの競技大会の開催を実現するとの日本政府の決意を支持するという米国の立場には何ら変更はないと考えておりますし、また今回の渡航情報をレベル4に上げる判断と米国からの選手団の派遣は関連していないとの説明を米国から受けているところであります。まだ時間的な問題もありますから、渡航中止の問題とオリンピックとすぐ短絡させなくてもですね、状況を見極めていきたいと思っております。今回の引き上げでは日本への渡航回避が勧告されてはいるものの、必要な場合の渡航まで禁止されているものではないと承知をしております。